型が形変わっちゃったな、形なんか変わっちゃったな。このね、猫ちゃんベッド水浸しにされたんですよ。そして洗ったんですよ。その犯人が今ここで寝てます。もう一人の犯人は（笑）こんなとこで隠れてます。おい、ベッドをベチャベチャにした犯人だろ。手に触って、雨降ってる。もふもふだ。手に触ってみて、これもめっちゃもふ。分かった、触りたかった。なんで潰したの。もふもふ。もふもふ潰しちゃった。熱い。天気雨だ。これ？うん。これ触っていい？うん。感触はないけど、傷ついてる。これもそうし、それもそうだし、これもだ。いや、多分この3つだと思う。この白いやつ前は6回ぐらいやってる。そう、何回かやるんだよ。何回かやったことあるよね、前。何回かあるよ。キャンピングカーみたいなやつって。本当だ。いちご飴あるかな。いちご飴もあるよ、多分。いちご飴。あ、また始まるぜ、よさっこい。あ、風船ある。うん、え、何があるって？風船。多分。うさと。お。前見た人たちじゃない。予測が始まる。見る専用だった。え、見る専用。予測。前も見たけど同じ人なんじゃない。ちょっとオカバーハワイアンブルーでしょ。飲んでないよ。飲んだよ、前。かき氷買ってよかった。あ、熱い、寒いね。待って、めっちゃ熱くて汗止まらない。大根は残ってて、チケットなかったところでしょ。チケットなかった。あ、あれ椅子になってるんだ。いちご味さ、食べたことない。いちご味じゃあ、どうなってる。え、ちゃん、一番下に置いた。一番上が兄ちゃん。そう、一番下。あ、熱いね。あ、揚げたて、あと焼き鳥。今日は焼き鳥の後に見せます。兄ちゃん、兄ちゃん、これ元々のやつ、兄ちゃん食べながら帰ったら、もう何でもいいし。見てよ。どうする、揚げたてか分かんなくなる。食べていいって。え、それとも、家も食べて、家食べる。いや、熊で食べる。熊で食べる。パパ、虫食べる。え、そう、持ってるやつ。兄ちゃんも食べなくなった。チョコバーだって、菌がなくなっただけであるんじゃない、もしかしたら、ワンちゃん。いや、チョコバナナの方ね、もう作ってない。作ってないっぽい。あ、作ってないというか、あれか、かき氷は氷だからまだあっただけで、バナナはなんか量制限されるじゃん。そうそう、それもないかもしれない。チョコバナナの方。何個最後のパパ、開けてこれ。おつのみたいにお腹が死ぬって。何もおかしいんだよ、みんな。舌が紫色になってるの。はい、緊張。結構熱い。熱い。さっきはいい感じ。うまい。こういうポテトで。窓はやったら、多分シートの清掃とか。出てて。焼き鳥めっちゃうまい。もちろん分かります。食べるね。これ1本、鶏2本。あ、まあ、ちょっと鶏も。しかもあの焼き鳥屋さん、あのラーズに来る焼き鳥屋さんじゃん。うん。このさ、豚さ、お祭りでさ、また1回も出たことない。全部鶏だった。そうだね。でも焼き鳥だから普通なんだけど。でも豚うまい。で、これ焼き鳥の豚串って北海道ぐらいなの。そう。うん。全国で知らなかったじゃん。こちら。
私はあるけど、焼き鳥でこれ出てくるのはあんまないらしい。うまっ。女の子だよ。女の子？これ女の子なの？はい、そうです。私の冒険はこれから始まるわよ。これから始まるの？ハイタッチ。名前は？もうアイス食べたの？いい名前ね、わかる？死から始まってなぜ終わる？え？シナコ。違う、名字も入れてたよ。ここ。それやったの私よ。これじゃ、ユリコです。いや、邪魔だった。ユリコちゃん邪魔だって。ユリコでございます。ユリコでございます。ユリコ、ユリコお茶でございます。もうやめて、うつせませんよ。お、雷だ。おへそ取られちゃう。お前もおへそ取られるんだ。雷、おへそ取られる。取られねえよ。冷たいよ。昼の1時過ぎとは思えない。おー、虫。もう6時ぐらいかと思った。暗すぎるぞ、これ。うわっ、もう7時じゃん、これ。7時じゃん。でももう6時とか7時ぐらい。暗さ8時ぐらいだ。8時ではないけど、やばいな。サペット嬉しいな。ハンモック嬉しいの。狂ったよ。毛づくろしてんだけど。めっちゃ毛づくろいするじゃん。おお、どうする気、どうする気。おお。毛づくろい、毛づくろい。ほらほらほら、仲いいんだね。二人で毛づくろいしすぎじゃん。ちょっともうかじってない？夏はこれなんですよ。おじいちゃんの明治スーパーカップ。パパのだ。パパのスーパーカップだよ。ひーちゃん食べてる。ひーちゃん食べてるじゃん。何やってんの。食べないふり。下どうなってる。真っ赤。真っ赤とオレンジ色。あったあった。いや、今日だいぶ涼しい。はぁ、あ、ご飯がなーい。そうめんね、なんぼでもあるんですよ。ほら、もうできたって。壊した。できたって。俺の家じゃないよ。じゃあ、後でやろう。そう、食べちゃうな、これ。ごちゃん食べ。すごく納豆、半熟卵、ネギ、生姜、そうめん。ディリディ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 、あやたか4本で鬼滅の風呂敷もらえる。こんな感じ。炭治郎と禰豆子、そして全部で4種類。
難しい漢字読めない。これめちゃくちゃいいのでおすすめです。すのすけだぞ。鬼滅の風呂敷だぞ。ひーちゃん、これどっちかさ、次弁当の時包んでいく。どっちが包むの？こっちとこっち。え、こっち？こっちじゃなくて？こっち？じゃあこっちで包むか。ほら。二段弁当がいい。え、二段弁当がいいの？うん。ほら見て。こんな感じでさ、包めるんだよ。シューンって。見てない。